球のみんな、俺はウルトラマン Z、 あのウルトラマンゼロの弟子をやらせてもらってるんだ。この時間は俺とゼロ師匠が出会った頃のお話をお届けするぜ。ウルトラレアな裏話なんかも聞けちゃうかもしれないぜ。緊張してるぜ。なんて言えばいいんだ。俺を弟子にしてください。 なんか違うか。だ、その前に名前を名乗らなくちゃ。はじめまして、私はウルトラマン Z と申しまして。もっと砕けた方がいいか。来た。よし、行くぞ。今日こそ俺はウルトラマンゼロの弟子になるんだ。今だ。お疲れ様です。俺は、なんだ。はい、お疲れ様です。ウルトラマンゼロさん、自分ウルトラマン Z と申し上げるものでありました。落ち着け。何なんだお前は。 Z？ ウルトラマンゼロさん、いや、ゼロ師匠、俺を弟子にしてください。やだよ。あざええ今なんて。だからやだよ。めんどくさい。なんでですか。お願いします。まず話を聞け。そもそも俺は弟子を取れるような偉そうなもんじゃねえんだ。銀河さんやビクトリーさん、オーブさんなんかに修行をつけたことがあるって聞いてます。俺もお願いします。ち、つまらねえこと知ってやがる。師匠にするならウルトラ六兄弟とかもっとふさわしいのいるだろう。いや、やっぱりそれくらい大御所になっちゃうと恐縮しちゃうというか。お前、間接的に俺をコケにしてるって気づいてるか。とにかくゼロ師匠は俺の憧れなんです。憧れ？はい、やはりこれまで何度も宇宙の危機を救っておられますし。おう、もうちょっと聞いとこうか。他の時空を股にかけるダイナミックな活躍ぶり。おうおう、わかるよ。それから？敵を寄せつけないその強さ。まあな、お前なかなか見どころが。そして何より、近寄りがたいほどの地位もない。帰れ。なんですか、褒めてるのに。どこが褒めてるんだよ。親近感があるっていうか、みんなの兄貴的な存在みたいな感じですよ。要するに舐められてるってことだな。めっそうもない、本当に尊敬してるんです。いよっ、師匠。やっぱりバカにしてるなお前。そんなことないっすよ。頼みます、お出しします。ダメだダメだ、こんなに頼んでも弟子にしてくれないなんて、やっぱりウルトラ厳しいお方だぜ。なんかお前と話してたら疲れてきた。もういいか、俺は行くぜ。しっ、待ってください。こうして俺とゼロ師匠は出会った。果たして俺がゼロ師匠の弟子として認められる日が来るのだろうか。何一人でぶつくさ言ってんだお前。ドン！おお、びっくりした。なんでもないっす。怪獣出現。電気を食べて透明になる手強い相手だ。放っておくと発電所が危ない。ハルキ、見えない相手への戦い方を身につけるぞ。次回ウルトラマン Z 戦士の心得、ウルトラ張り切るぜ。チャンネル登録よろしくな。一切の淀みのない告知、これが宇宙憲法秘伝の極意。